その頃のことです。イエスは弟子たちと一緒に麦畑の中を歩いておられました。ちょうどユダヤの礼拝日にあたる安息日でしたが、お腹がついた弟子たちは麦の穂を摘み取って食べ始めました。ところがそれを見たあるパリサイ人たちが言いました。あなたの弟子たちが掟を破っている。安息日に借り入れをするなどもってのほかだ。しかしイエスは言われました。ダビデ王とその家来たちが空腹になった時どんなことをしたか聖書で読んだことがないのですか。ダビデ王は神殿に入り、祭司しか食べられない供え物のパンをみんなで食べたではないですか。ダビデ王でさえ掟を破ったわけです。また神殿で奉仕をする祭司は安息日に働いてもよいと聖書に書いてあるのを読んだことがないのですか。断っておきますが、この私は神殿よりもずっと偉大なのです。もしあなた方が私は供え物を受けるよりあなた方に憐れみ深くなってほしいという聖書の言葉をよく理解していたら、罪もない人たちを咎めたりはしなかったはずです。安息日といえども天から来た私の支配下にあるのですから。このあとイエスは街道にお入りになりました。ふとご覧になるとそこに片手の不自由な男がいました。ここぞとばかりパリサイ人たちは安息日に病気を治してやっても掟に違反しないでしょうかと尋ねました。それはイエスがきっと差し支えないと答えるだろうから、そうしたら逮捕しようという計略でした。ところがイエスの答えは違いました。あなた方が羊を一匹飼っていたとします。ところがその羊が安息日に井戸に落ちてしまった。さあどうしますか。もちろんすぐに助けてあげるでしょう。人間の価値は羊とは比べ物になりません。だから安息日に良いことをするのは正しいことなのです。それからイエスは片手の不自由な男に手を伸ばしなさいと言われ、彼がその通りにすると手はすっかり良くなりました。そこでパリサイ人たちはどうにかしてイエスを逮捕し死刑にしようと集まって陰謀を巡らしました。しかしそれに気づいたイエスはいち早く街道を抜け出しました。すると大勢の人がついてきたので、その中の病人を皆癒し、そして彼らにこの奇跡の噂を言い広めないように注意しました。こうしてイザヤの予言の通りになったのです。私のしもべを見よ、彼こそ私の選んだもの、私が喜ぶ、私の愛するもの。私は彼の上に私の霊を置き、彼は国々を裁く。彼は争わず、叫ぶことも大声を上げることもない。弱い者を踏み倒さず、どんな小さな望みの火も消さない。ついには正義に勝利をもたらす。彼の名こそ全世界の希望となる。その時悪霊に疲れて目も見えず口も聞けない人が連れてこられたので、イエスは彼の目を開け口も聞けるようになさいました。これを見た人々は驚いて、やはりこの人がメシアではないだろうかと言い合いました。しかしこのことを耳にしたパリサイ人たちは、イエスが悪霊を追い出せるのは自分が悪霊の王ベルゼブルだからだと嘘吹きました。イエスは彼らの考えを見抜き、こう言われました。内紛の絶えない国は結局滅びます。町でも家庭でも分裂していては長続きしません。もしサタンがサタンを追い出すなら、自分で自分と戦い、自分の国を破壊することになるのです。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出しているというが、あなた方の仲間も悪霊を追い出しているではありませんか。彼らは一体何の力で追い出しているのですか。あなた方の非難が当たっているかどうか彼らに答えてもらいましょう。ところでもし私が神の霊によって悪霊を追い出しているとしたらどうでしょう。神の国はもうあなた方のところに来ているのです。強い者の家に押し入って物を盗み出すには、まずその強い者を縛り上げなければなりません。悪霊も同じことです。まずサタンを縛り上げなければ悪霊を追い出せるわけがありません。私に味方しない者は皆私の敵なのです。だからあなた方に言っておきます。どんなに私を悪く言おうと、またどんな罪を犯そうと、
神は許してくださいます。ただ一つ、聖霊を汚すことだけは例外です。この罪ばかりはいつの世でも絶対に許されることはありません。木の良し悪しは実で見分けます。良い品種は良い実をつけ、劣った品種は悪い実をつけるものです。ああ、マムシの子らよ、あなた方のような悪者の口からどうして正しい良い言葉が出てくるでしょう。人の心の思いがそのまま口から出てくるのですから。良い人の言葉を聞けば、その人の心の中に素晴らしい宝が蓄えられていることがわかります。しかし悪い人の心の中は悪意でいっぱいです。言っておきますが、やがて裁きの日にはあなた方は今まで口にした無駄口を一つ一つ釈明しなければならないのです。あなた方の言葉次第であなた方の将来は決まります。自分の言葉によって正しいものとされるか、あるいは罪に定められるか、どちらかになるのです。